ち側にもかけると。これを混ぜます。この骨に沿って。ハローエブリアン、カエデアキッチンのシゲです。今回はポークリブ。これはポークリブと言いましたけれどもね、言い方がいろいろあるわけですね。スペアリブ言うたり、バックリブ言うたり、サイドリブ言うたり、ショートリブ言うたり、もういろいろある言い方があるわけです。でまあ、いずれにしてもリブなんでね、リブ言いますとね、この肋骨のこと。肋骨のこと、まあ、あばら骨の、この周りのことですね。いずれにしてもリブで骨付きということですね。で、焼肉になるとカルビいう名前になってね。こう、あれ切り方がこう違うんですけれどもね。あれはまあ、牛肉です。今回は豚肉。肋骨を外すと三枚肉って言って、角煮でおなじみのやつになります。で、今回用意したのがこれ。これがね、1.8kg で14ドル。14ドルなので1200円ぐらいですか。だいたい5、6人で食べれますね。で、ここへね、これはね、ポークサイドリブって書いてます。サイドリブとね、バックリブっていうのがあるんですけどもね。まあ、バックリブ言ったら背中ですわ。サイドリブは言ったら横っちょになるんですけど、バックリブの方が、脂身が少なくて、ちょっと高価になりますね。触ってもらったらわかりますけど、いやいや、私そんなん言うけど、背中、油よけついてますよ、と。それはもう個人のね、問題なんで、まあでもね、そういう方はちょっとここのね、サイドリブも触ってもらったらわかるように、ああ、なるほど、こっちの方が油よけついてるわ、と。このサイドリブのところの骨を取ったら、こういわゆる三枚バラ。三段バラとちゃいますよ。三枚バラのね、お肉になると。いやいや、私六段バラ。そんな知ったこっちゃないっていうのはね。背中の方のお肉の方が、まあ、少し高価で脂身が少なくはなってると。ね。人間の場合もそれは知りません。もうそっちでやってください。で、今回では北米では一般的な、まあ、調理方法。もうね、これをそのまま、バーンと焼いちゃいます。豪快でね、もう見た目もゴージャス感満載。ごちそう感が溢れる感じのね、ソースをベタッとこう塗りますけどもね。まあ、ちょっとそこは日本人にね、合うような、調理方法のね、ソースのアレンジでさせてもらいます。でね、これ焼きますとね、お肉がそれでて柔らかい。骨がね、スーッと抜けます。もうこれあなたに骨なし。では、バックリブ行ってみますか。あ、サイドリブだった。あ、油をね、落としていきましょう。では、行ってみます。はい、これね、さっきお見せしたやつ、開けていきます。声出しちゃえ。うっちゃ。そうするとね、ここへね、薄い皮がこうついとるんですね。これを剥がしていきます。こうね、これちゃう。引っ張ったら取れるんでね、ちょっと滑りますけどね。砂糖、塩、これを裏返す。もう一個もで、こう混ぜ合わせた塩コショウを、ここへ、こっち側が上になりますからね。これをターンして、でこっち側にもかけると。まずはこれでね、オーブンの中に入れていきます。で、この上に、アルミホイルかけちゃいます。ふんわりでいいんです。これでちょっとした蒸し焼き状態になりますね。だから150度で、1時間半入れていきますね。では入れていきます。閉めて、では1時間半後にお会いいたしましょう。はい、間もなく、肉が、90分経ちますので、その上に塗っていくソースをね、今から作っておきます。
にんにく生姜、粒マスタード、ディジョンマスタード、ケチャップ、蜂蜜、とんかつソース使っていきます。にんにくと生姜、おろし金の上にねラップを置いておろします。生姜でボウルの中に入れておきます。ケチャップしっかり使いますね。次とんかつソース、濃度があって甘みがあるからね、とんかつソースがいいですね。それから酢、これ甘酸っぱさになりますね。粒マスタード、それで蜂蜜、はい、これを混ぜます。よいしょ。はい、焼けました。さあ取ってみますよ。どんな、これ熱いからね、余蒸気が上がる。ヒュー、これではこれをね、このソース塗っていきます。これでいい、これまだ半分、もう半分ぐらいは乗せたかな。これで一回今度400度で、表面乾かしてみます、ね、これでオーブン入れてみます。15分ぐらい開けていきます。買い物のソースだよ。はい、これこんな感じやね。でこれ裏側も塗りたいんでね、裏もいってみましょうか、ね、どうやったね、よいしょ、ね、で裏もよいしょ、厚付けよいしょ。これでこれでもう全部ソースを乗っけちゃいます。これもう一回ねオーブンに入れて、これは焼くというよりも上を乾かすという感じでいきますね。ではこれ最終いってきます。よいしょ。はい、入ってちょうだい。取り出します。できました。はい、焼き上がりました。どうでしょう。はい、できました。これね、じゃーんと、これもまな板ごと言ってますね。この後ね、切り分けないといけないので、まあ、こういうのにもそのままね、お出しできる、まな板、綺麗なまな板の上に、盛り付けるのがいいではないかと。あんた作ったはいいけれど、これどうすんのということで、切り分けね。ここね、これこのままスッと入りますよ、こうやって。ほら。で、ここ。ここもこれ、この骨に沿って。こんな感じでどうでしょう。これ取ってみますよ。ほれよっと、これ骨持ったらいいですね。こんな感じね。んでくれ、こんな感じね。この上がね、このソースが乗ってて、ね、ソースを落とさないようにしてこう食べた方がいいですね。はい、カットができたんでね、食べてみたいと思います。これいってみましょうね。これはもう豪快にね、骨を持って、手だけ洗ってね、後で手洗えばいいですね。食べる前に洗って食べた後にまた洗うと。お肉がね大変柔らかく仕上がってますね。で今回の味付けはね、
子供さんでも食べれるようにね、ちょっとケチャップ重視のちょっと甘めの味濃いめにしたんですよ。でまあ子供さんもいますよっていう人で、ね、この上にね七味をねパッパッとこうかけて食べると、またこの欧米な感じなんだけれども日本チックな、うん、味わいになるんですね。それから今日これねオーブンでやりましたけれどもね、外のバーベキューグリルでこれできんのかと、できます。これね同じように今日は鉄板にしましたけどね、もうそのままアルミホイルの大きいやつでこう全部包んでしまって、バーベキューグリルの中へそのまま置いて、で蓋をして低温で1時間半バーベキューグリルの中入れといて、開けてソース塗ってバーベキューグリル閉めてソース乾かして行ったら、外で豪快に食べたらね、これはバーベキューがうまいですよね。最高の夏のイベントにもってこいのスペアリブ、あなたの背中かここにたくさん食べて、またお肉をつけるのもいいんじゃないですか。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye.